チームくるみに、チームくるみに、チームくるみに。シャチくるみチャンネル。なんなんそれ、前がバリエーション違うじゃん。今回しかもなんか早いし、じゃあジクルミチャンネルって終わっちゃってるじゃん。違うよ、いや聞いてた今の。うん、聞いてなかった、ごめん。もう一回言って。シャチグルミチャンネルウイって言ったよ。あー、ウイって言ってるんだね。なるほどね、なるほどね。そうだよ、今日はウイから始まってるのね。そうはい、というわけで今日はね、ちょっとレースではなくてドッカンボム兵をやっていきたいと思う。やったことないんですよ。くるみさん、これルール知らないですか？知らないよ。あ、僕もちなみにルールほとんど知らないんで大丈夫ですよ。うん、あ、そうなんだ。ミスター初心者と呼ばれてるんで大丈夫です。ミスター初心者か、うん、とりあえずね、簡単なんですよルールは、うん、このボム兵があるじゃないですか、上にある、うんうんうん、これを敵にね当てればいいんです。あ、で今回は個人戦じゃなくてチーム戦でねやります、これ。はい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 。で、まあチーム戦に分かれるので、うん、まあ6対6やな。6対6か、うん、要するにそういうことですよ。まあスプラトゥーン的な感じですね。まあ全然違うけどね。うん、2人ぐらいなんか多いけどな。うん、2人ぐらい多いね。2人ぐらいなんか。で、まあ4ラウンドでやっていくといったところで、うん、もうそれぐらい、それだけなんだよね正直。あ、なるほどね。かなり単純で、特に何回やるとかではないから、一応アイテムも出るんですけど。いいじゃん、はい、アイテム。で、まあこんな感じでチーム分けで、で今回敵、その味方がいないからコンピューターになりますといったところで、そう、5人ね、コンピューターですね。はいはいはい。でまあ勝手にねこんな風になると、うん、でね、やっぱスプラトゥーンらしくね、最初はねちょっとデカライン硬化したからねやっていきたいと思います。懐かしいじゃん。だけどちょっとね、ここかなり難しいステージなんで、バトルコース1からやっていきます。なんやねん。ここはね平らなステージでスタンダードなんで、はい、そんなところでねやっていきたいと思います。はい、思います。とりあえずね、ボム兵を相手に向かって投げればいい。あ、そう、味方に当たっても味方はね食らいません、これ。あ、食らわないんだ。うん、食らいません、ドッカンボム兵。さあ投げていきましょう、ドッカンボム兵。いやこれね、マジでなんか楽しいよね普通に。イエーイ、イエーイ、ほら戻って。さあボムを投げていく。ボム、あれ投げたよね。ねL、なんかアイテム使うやつあるじゃん。あ、それでボム投げられる。お、イルムラブだ。クソ、当てられなかった。私反応しないんだけど、あれ、え、ここで、L、ここだよ、ここだよ、ここだよ。あ、L、 絶対 L か。あー、当たってる。 ZL？ え、アイテム、あ、これか。そう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 、ね、アイテム普通にいつも使ってるじゃん。え、いつもとなんか違うんだけど、私。え、マジで違う、違う、違う。マジで気のせいじゃない。あ、ダメだ、あ、ダメだ。おらー、ちょっと待ってよ、難しい。あー、危ない。オッケー、やばい、俺も全然仕事できてね、やばい。ちょっと待てよ、ちょ、見にくいよな画面、これ2つに分けてると。かなり確かにね、左が見えないんだよね。どこだ、どこだ。ちょ、味方いるな。ちょ、マリオ狙う、マリオ狙う、マリオ狙う。ちょ待って、俺仕事してない、やばい。ニートだ、社畜じゃなくてニートになってる。さあどこにいる。え、いないよな。いない。待って、もしかしてこっち少ない、もしかして。いやいやいや、そんなことないよ。でも10個溜まってんだけど。あっ、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 いた、いた、マジで。今さ、ルイージ狙いに行こうと思ったのに。いた。ちょ、待って、マリオ危ない。ちょっとマジか。うわー、やばいよー。あー、やばい。なんで私こんな狙われるの、やばい。え、気のせいじゃない。なんで私こんな狙う、あと2個しかないんだけど。やばいじゃん、死んじゃうよ、もう。ちょっと待って、俺まだ1個しか貢献してないんだけど、やばい。私もまだ1個しか貢献してない。あ、村人がいた、やめて。ちょっと待ってよ。ああ、くそ、ダメだな、残り1分15秒あるんだけど。うわー、待って、やばいな、チーム社畜やばいぞ。10点で負けてるぞこれ、10対15。クルリーがモブラッシュしとるけ。ちょっと待って、チーム社畜大丈夫か。ちょっと待って、これチーム戦だからね、ちなみに個人戦じゃないから。マジかー、くちゃくちゃ。やばい、俺1しか入れてねえ。あー、お前やる、絶対。オッケー、悪い陣ヒットしていく。あと1しかない、やばい、死んじゃう、これ私先に。そう、死んだらちなみに得点が半分になります、確か。マジかー。よし、悪い字にヒットしていく。いいね、いいんじゃないこれ。よしよしよし。え、何、よしよし、めっちゃ楽しそうやん。あー、死んじゃった。オッケー、やった。
ってめっちゃうるさい。やばい。だからこれさ、マジでそうなるよな。うん、なる。あぶら、ちょっと待って、あぶら、あーここら辺でいいんだ、ここら辺。なんで、おらーおらー、いったやめろ。お、俺8個も取ってる今。19対17逆転した。ここでさあ、シャチーム、シャチク、ジャグ、逆転、21対17。今日、あいつ狙う、あいつだけはやる。クソ、ダメだった。あー、難しい、余っちゃった。逆転しちゃったか。逆転した、俺、最後。めっちゃいった。いや、危なかった、マジで。マジか、負けちゃった。ギリギリってか、めっちゃいい勝負じゃない。ドンキーコングとクッパジーニャ、仕事しろよ。ちょ、チーム、シャチク頼むぜ。いや、容量が分かったね。夜分かった。普通にこれ面白くね。面白い。普通に面白いんだけど。面白い。さあ次はね、ちょっとスプラ実況したらしく、ちょっとデカライン降下したといったところで、さあデカラインでやっていきましょう。まあスプラ版以来ですね。ね、懐かしいわ。懐かしいじゃん。懐かしいじゃんっていうところでね、やっていきましょう。デカライン降下したドッカンボム兵と、さあレッドチームとブルーチームに分かれてやっていきましょう。やばい、懐かしい。まあ個人戦じゃないからね、これチーム戦だから、うん、さあだからね、逆に言うと味方のカバーに回れるか回れないかで結構勝敗が決まってくる、ね、さあやっていくぜ。だいぶ決まってくるね。さあ敵はここら辺にいるんじゃない。おっ、うわー、あーおっしゃ、やって、うわー、待って、うおー、あ、違う、逃げていく。あ、違う、味方や。あー、クソ、ダメ、オッケー、やっていく。あ、やめて。やめて。あー、ちょっと待って。やばいな、なんかめっちゃ操作しにくいな、今回。ちょっと待って、いる？敵いる？え、待って、何笑ってんのよ。うん、後ろ言えだろ、待って。見えてんだよ。いや、違うよ、今、なんか、ルイージめっちゃ狙ってたよ。うよ、あ、5対6で負けてる。チームのくるみに、負けている。あ、ルドウィック、やめろ、ルドウィック。名前ってなんだ。名前オッケー、ルドウィックに当てていく。あ、さあ、ちょ、ここでちょっとイモっとくか。ちょ、イモリするわ。ちょ、カーボンローラーのごとくイモリします。マジか。ここ当たる。オッケー、当たった、ベビーマリオに。やばい、当てられないな、難しい。結構これイモリ重要だよ。だけどこのゲームイモリですがね、重要ですよ。あ、いや、難しいな。ちょ、難しい。オッケー、悪い字にヒットしていく。さあ、ここでイモっとくか。よし。ちょ、マリオ先生いる。ダメだ、難しい。ちょ、マリオをルドビックにヒットしていく。さあ、15対13、やばい。かなり拮抗してる、これ、勝負が。あー、やばい、やられた、マジか。これ、やばいな。ちょっと待てよ。俺が死んだら、これ終わるんじゃないか。悪い字に当たった。オッケー、あ、やばいやばい、いいんじゃない。事故ってるよいしょ。いや、19対15でなんでこんな拮抗してんの試合。俺がさ、7キも倒してんのに。マジか、そんなに倒してんの、すごい。そう、7キルしてんのになんで。これ俺いなかったら負けてるじゃん、普通に。ちょ、頼むぜ味方。ちょ、待って、なんで19対17なの、おかしいじゃん。え、すごいな、なんでそんな倒せるの。わからない。実は社畜さんのバトルレートを一番超えてよって、やめて。うわー、2か、私2だよ今んとこ。それはバトルレート1万超えてるからな、当たり前じゃん。やばいじゃん。うわー、待って、やばい、やばい、ちょっと待って、やっちまった、やばい。20対19、待って、精査書いてる、むずいな。待って、久しぶりとはいえちょっとこれはまずい。ちょ、イモリしようか。イモリですモリしちゃって。オッケー、ベビーマリオに当たっていく。油足も当たりそうだった。はい、ベビーロゼッタに当たっていく。二桁キルいけるかな。二桁キル無理か、さすがに。もういないな、後ろとか見方わからんしか。オッケー、あー、9キル。あ、待って、負けてる、なんで。何も知らんけど勝った。このゲームおかしい、9キルして負ける。おかしい。許されない、こんなことは。何もしないけど勝った。まあ、総合得点で、ってか、待って、39対41って、ほぼ互角じゃん。確かに。やば。え、なんで俺こんなキル取って、悪い字、こんな感じになってんの。こっちの悪い字がなぜか7キルしてた。なんか、スプラトゥーン思い出しますね、これ。確かに。キル取っても、なんで負けんのみたいな。あ、間違えた。でかラインじゃない。次はね、ちょっと。うん、
どうしよう、ドラゴン道場行きますか。ここ一番広いステージなんですよ。あ、違ったわ広くはないわ。広いっちゃ広いけど、いやこの動画を見てね、ちょっとマリオカートの面白さをね知ってもらえたらいいっすね、皆さんに。うん、そうレースだけじゃないんだよなっていう。さあ、ドッカンボム編、はい、ドラゴン道場といったところでやっていきましょう。さあ、39対41でね、めっちゃ拮抗してるかな、試合。うわーうわーさあ。え、こうなんもないじゃん。え、ああ、そういうこと。え、あるあるある。あ、そういうことか。さあ。ここで待って、ベビーマリオにヒットしゆく、いきなり。ルイージ強いよ。ルイージ強い。ストーカー。めっちゃ爆発するやん。めっちゃ爆発するよ。あれだ、スプラッシュボムを投げるごとく。あれですよ、スプラッシュボムを投げるみたいな感覚でやればいいんだよ。さあ、村人がいた今。くるみさんいた。うおね。待って、ここ行くか。ちょ、ボムを集めるわ。まずはボムを集める。ボムがないからね。あ、待って、ベビーマリオに対面で勝っていく。さあ、3キルしていく、いきなり。いいじゃん。あー、もうダメだ、私当たりにいってるわ。7対3か当たりにいってるわ、私。ベビーロゼッタ、わー、くそー、ベビーロゼッタにやられた。あー、9対6か、かなり拮抗してんな、この試合も。やばい、拮抗してますね。ロゼッタが1位よ、こっちのチーム。ロゼッタ1位か、いいじゃん。さあ、しっかりと回っていく。どこで1キル取った、私わからない。はい、これキル取るのきついよな。はい、はい、あ、あ、村人やられてる。コミュニティシャットはさあ、マリオにヒットしていく。オッケー、さあ、いいんじゃない。難しいよ、なんでこのゲームこんなに難しいの。それはむずいよ、これ。かなり難しいぜ。ぶっちゃけレース得意な人でもバトルは苦手な人多いからな。待って、わあ、村人にやられた。うそー、村人にヒットした。村人にやられた。やったー、やばい、ちょっとやべえ。なんでまた拮抗してんの、試合。16対12っておかしくない。なんでおかしくないですか。ちょっとさあ、5キル取っていく。てか、くるみさんも3キル取ってるじゃん。取ってた、私も。あ、取ってた、だからいいじゃん。さあ、ボム兵を投げるか。よし、ここでジャンプしていく。ちなみにいないの、この試合の罰ゲームですけど、負けた方が勝った方にギュッてする罰ゲームなんだよ。うん、ギュッてね、するね。罰ゲームが待ってるんで、頑張ってください。初めて知った。うん、今俺が考えたから。死んじゃった、私。うわ、死んだの。半分になってる。死んじゃった。危ない。お、これ決勝点なんじゃね。お、25対12。やべえ。ちょっと待ってよ。いいんじゃない、これ。レイズヒット。よし。おー、最後に。あー、あげちゃったー。やった、13ポイントの差だ。じゃあ、コゲラ強えな。いやー、これで、うわー、11か。いけるかな。これはくるみさんがギュッとするパターンじゃないでしょうか。嫌だな。なんで嫌だなんとか言うの。普通にギュッてしてきてるだ。してないけど、気のせいじゃない。気のせいじゃない。さあ、ウーフータウンでいきますか、次は。さあ、ウーフータウンで行きたいと思います。これもね、確かマリオのステージとかじゃなかったっけ。ウーフータウンって違ったっけ。わかんないけど、見たことない。ウーフータウンってなんだっけ。あれ、なんかマリオじゃなかったっけな。覚えてねえわ。ちょっと誰か覚えてる人コメントちょうだい。うん、さあ、ドッカンボム兵行きましょう。2、1。あ、さ、2回とも死んでるんだから大丈夫。あかんやん。てか2回っていうか3回。あ、これやばい、主導権握られる。ここ手動、ここ。あー、誰もやれなかった。誰もやれなかった。あ、一人やれた、やった、いいじゃん。あー、やべえ、ちょ待って、こっちのチームやばいぞ。11ポイントだけどね、あるからね、貯金が。11ポイント貯金があるから、まだね、いけますね、この試合に。もし負けたとしても。あー、怖い怖い怖い。さあ、敵がいないけど正面にいるか。
あ、正面にいる。こいつをやっていきたい。ちょ、やばいな、前やって、もう2カッター、なんで突っ込んでくんの。あっはぁ、オッケー。難しいな。うお、なに、後ろ、後ろやば。ちょ、後ろやばいよね。さあ、大外めぐ、回って、ここじゃない？あ、足んないか。ここじゃない？あ、待って、やられた。よし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 。やばい、5対8やばい、これちょっと。よっしゃ。じゃあ11ポイントさあつけられない限りうちの勝ちだから、こっちやばいね、0ポイントなんだけど俺やばいなこれ。あ、ちょ、ここじゃない、ここじゃない、うわ、いた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 、よしよしよし、え、マジでかわされた今の、かわした、マジで、嘘、かわしました、今のかわしたん、うまっ、嘘だろ今の、絶対ってか0キルじゃマジでやば、かわしました、クロリーナが、今の絶対無理だと思ったんだけど俺、めっちゃ端っこ走ったから、ちょ、俺勝ったわこれって思ったら、ちょ、待って、これきついな。ちょ、味方にキャリーされてるわ、今回。ちょ、待ってよ。あー、マリオやれなかった。あ、ベビーマリオいた。うわって、うわー、ベビーマリオやられてる。ちょ、待って、やばい、これ。お？ 0 キルだ。あ、ちょ、あ、マジかー。やばい。ちょっと待って。ちょっと待ってよしよしよし、一人やった。うわ、やばい。ちょっと待って、これやばいな。じゃ味方ナイス、ほんと味方ありがとう、今回味方にキャリーされてるっていうか、なんか敵が逃げていく気がする、俺から気のせい、あら、レイジ強っ、怖すぎる、オッケー、ようやくやった、おお、ちょっと待って、危ない危ない、ちょ、危ないから危ないから、もう危ねえ、あー、くそ、18対13か、オッケー、なんで勝ってるか分かんねえけど勝っている、あ、むずい、さあやっていきますか、確かに負けてる、ここで、ああ残念、逃げようと思ったら残念、俺止まってたんだよ、見てたんだよ、分かってたんだよな、今見えんかったよ、いや分かってたんだよな、お、なんかこっちめっちゃ勝ってる、やった、待って、ルートビックお前はやる、オッケー、なんだかんだ3キロか、いやー、やばかった、ちょっと今回、あー、マジか、うわ、最悪、待って、うわー、負けたし、なんかよくわかるけど勝った、最悪だ、結構頑張ったけど、やろ、今回頑張ったんだけどな、結構さあ90対68です、なんだこれさ、自分がさ強くなり始めた味方が弱くなるシステム、スプラトゥーンかなスプラトゥーンじゃない、お、25キロも取ってる俺合計で、罰ゲームだ、罰ゲームか、罰ゲームだ、罰ゲームか、罰ゲームだ、どうしたん、はい、ってなわけでお月の子、お月の子